ちょうど今歩いてきてこの団地の前に来たところです。そこにはね、団地の集会所があって、ブラック差別解消法という法律があるらしいです。ちょっとね、北海道出身の私にはあまりイメージはつかないんですが、そしてここにね、お地蔵さんがあるんですね。お地蔵さんはちゃんと屋根も整備されていて、まあ、大事に扱われてるなという感じはします。ここはね、高速道路の下に歩道橋があって、その下に線路っていう、ちょっとなんかね、複雑な作りになっていて興味をそそられます。で、今踏切でこれ南海塩見橋線を渡るんですけれども、そこになんかね、なかなかグッとくるガーターの橋があったりして、なかなか暑いですね。踏切もオレンジ。そしたらまあ基本的にこれに沿って歩けば次の木津川駅に到着できるので、道路を渡って先進んでいきたいと思います。そしたら今から木津川駅の方に向かっていきます。この細い路地を通るみたいですね。横には公明党のポスター。そうだ。そしたら先に進んでいきましょう。北海道ではありえないですね、この狭さ。冬は完全に北海道だったら雪に埋もりますね。ここからなんかね、ちょっと坂になっていて標高が下がります。新しい家もあるね。で、そこにはね、南海が走っています。この新しい家はまだ工事中なんですね、きっとね。これなんだろう、旗がたくさん立ってるけど。なんだろう。不動産の案内か。車のミラーじゃないか。ここにはね、お地蔵さんがあって、空き地があって、そして、南海塩見橋線も走っている。その裏にはこれ廃工場なんですね。随分ボロボロな工場があります。見えてきましたね。木津川駅のホームから。こっち側からアプローチすると全然普通ですね、木津川駅。そしたら、木津川駅のホームに向かっていきます。駅前通りはね、こんな感じで、駅前に公園があって、これなんだろう、車庫があって、空き地があって、踏切があると。そうですね。秘境っていう感じではないな。なんていうんだろう。昔の学園都市線。これがね、木津川駅のホームだそうです。後ろに高速道路が走っています。あ、全然ね、都会ですよ。ただね、駅裏の工場はこれ多分廃墟だと思うね。しかも2面3線海域。うわぁ。これはなんかね、心理的、物理的にかなり通るのをためらう道ですね。これ下手に通ったらさ、カラスにさ、襲撃されそうじゃん。これ不法投棄なんだよな、きっと。廃工場だからって言って、みんなここにね、ゴミを投げに来るんだよ。これが駅前広場か。まあ、駅舎はコンクリート製ですね。まあ、モダンな感じです。サムネイル選定に非常に迷いますけど、やっぱり後ろの廃工場と一緒がいいよね。ああ、そうでもねえかな。やっぱりホーム入れた方がいいかな。一応自動券売機はタッチパネル式で、30分に1本、電車が来るのも同じ。駅員はいない。次の電車が来るまでですね、あと16分ほどあるんで、意外とね、近かったですね。こうやって電車と歩き組み合わせて、明るいうちに全部撮影できるんじゃないかっていう気もします。インターホンもあります。まあ、一応ね、駅周辺案内図ありますよ。駅周辺案内図はですね、こんな感じです。ああ、まあ、木津川があって、市営住宅があって、まあ、言うまでもなく発展してるのはこっちの関西本線とかの方です。で、駅前広場は砂利。いやー、駅前広場は砂利か。まあ、北海道のローカル駅では駅前広場が砂利っていうのは珍しくないんですが。まさかこんな本物の譲渡会、大阪の駅で、駅前広場が砂利ってのがあるとは思わなかったですね。まあ、このサムネイルもいいかもしれません。いや、夕日眩しいな。ちょっとね、時間帯がまずかったかもしれないですね。ちょっと逆光になってしまいました。それにしてもね、この、空き地、何なんでしょうかね。昔は多分ここにもね、工場があったんでしょう。ここみたいに、この廃工場みたいに。これも廃墟ですよね。この錆びた途端がですね、哀愁をそそりますよね。わかる人だけ分かってくれればいいというやつです。柵の向こうもね、ゴミだらけですね。こんなにゴミだらけの駅って、多分ビビ駅以来だと思いますね。ビビ駅はかなりひどかった。あそこはゴミだらけだった。で、しばらく進むと、こっちはね、普通に工業エリアになっていて、別に廃墟とかではないです。割と小規模な工場が並んでいるという、そういうところになっています。ああ、一応ここからね、街の中のタワーマンションとかも見えたりします。そしたら戻りますか。